こんにちは、こんばんは、日野です。今5時半ぐらいなんですけど、まあかなりちょっとね、外は暗くなってきてしまいまして、今日は11月の、2017年の11月の、15日ということで、11月も半分を過ぎてますけれども、まあ、ちょっとね、こう撮れるときに撮っとこうかなということで、映像をね、撮っていってますけれども、ネタがね、ちょっと何も考えてなかったんですけど、何かないですかね。今ですね、ちょっと読書してて、まあ、いろんなことを読みながらね、本を読みながらいつもいろいろと思考を巡らせているんですけど、まあ、ただ思考っていうのは、過剰になりすぎると混乱してしまうっていうのがあるんですよね。だからシンプルに考えるのは僕は好きというか、その方が楽なんですよね。シンプルに考えるっていうことをなるべく意識するようにしています。で、難しくなったら何でもシンプルに考えてみる。一度ちょっとこう引いた状態で全体像を見てみるとか、それから原点に戻るということで、まあ、熊本の産地をね、見学した時にも一度こう原点に戻りたいっていうことで参加されたオーナーさんとかもいらっしゃってですね、あ、そうだなって本当思うんですよね。原点に戻るっていうのはすごく大事だと思うんですよ。だから僕たちは、まあ、僕も仕事をしている中で、やはり本来の目的っていうのを見失いがちな時ってどうしてもあるんですよね。なんか日々の忙しさに紛れてしまう。だから忙しくやってれば何か充実した感じもあるんですけど、それは錯覚でもあるんですよね。そこに、ごまかされてしまうと本来の目的っていうのを見失ってしまうんですよ。忙しさが充実してるんじゃないんですよね。忙しさで本当は本来の目的が見えなくなってる場合ってあるんですよ。だからただ動いても結局あまり結果が出ていなかったり、動いたことが充実感を持ってですね、それ以外、例えば数字がついてきてなかったりとか、お客さんに貢献できていなかったりとか、まあ、自己満足になってしまっていることもあるような気がするんですよね。ですから、自分の中で一度こう原点に戻るっていうのはすごく大事だと思いますし、まあ、シンプルに考える。そして、闇雲に動くのではなくて、自分の志というか、内側の内面をしっかり見据えて、そして行動していく、言動していくっていうことが重要じゃないかなって思うんですね。その場しのぎの言動とか行動だけではなかなか難しいと思うんですね。それは大きなその全体像が見えていないと進めないわけですよね。まあ、地図を見てもこう全体、日本全体を見てどこに行くかっていうふうにこう決めていくことで自分の方向性が分かるんですけれども、目先、もう今この目の周りのものだけ、この目の周りに見えるものだけを見て判断していくと、どっちに行っていいか分からなくなるわけですよ。だから俯瞰的に抽象度を上げていくっていうのも重要だと思いますし、俯瞰していく、上から見るというのか、腸の目っていうかね、そういうものを持って見ていく必要があるかなというふうに、ね、感じます。ですから自分自身も、まあ、日々こう、やっていく中で時々やっぱりこう忘れがちなことってあるんですけれども、まあ、ちょっとこう映像がね、こうぼーっと浮かび上がって変な感じになっちゃってすいませんけれども、気持ち悪いというのかそういうふうになっちゃってるんですけど、俯瞰的に見るってすごく大事だと思うんですよね。俯瞰的に、抽象的に、まあ、こういうのを音声の中とかで何回も言ってるような気がするんですけど、でも自分の目先のことじゃなくてちょっと俯瞰してみる。そして、原点に戻る。一度シンプルに見てみる。複雑になってきて訳が分かんなくなってきて、こう思考がいろいろごちゃごちゃしてきたら一度原点に戻る。シンプルに考える。そういうことをですね、意識してやっていけば的が外れないと思うんですね。的がずれたことを一生懸命頑張って
やみくもにやってたとしても、それはあまり正直意味がないと思うんですよね。だからそうではなくて、ただ動き回ってじゃあ成果が出ればいいんですけども、なかなかそうではないですよね。だからポイントを定めて、言動していく、動いていくっていうことが重要なのかなっていうふうにね、まあ僕自身は、感じています。ということで、ちょっとこう何を喋ってるのかね、分からなくなっちゃったんですけれども、まあ、シンプルに戻る、原点に戻る、こう何を喋ってるか分からなくなったらですね、まあ、一度こう原点に戻ってシンプルに、見ていくっていうことが大事じゃないかなっていうことをね思います。今回はね以上になります。